遅い何分待たせたと思ってるんだこのドアホ生徒会の会議の予定時刻はとっくに過ぎてたよな前にも同じような遅刻があったはずだが今日はあれか先生に引き止められてまた遅刻しましたとかそんな変な言い訳か 言い訳無用いいかお前は次期生徒会のメンバーとして選ばれた立場なのにそんな甘い考えのままだらだらとあと半年ほど過ごすつもりか嘘をつくならもう少しまともな言い訳くらい考えろさて罰として。 君はそこで立ったまま会議に参加してもらう。いいな。分かればよろしい。ではまず最初の議題だ。最初は。よし。以上で生徒会会議は終わりだ。全員解散 終わった終わったうん何だい副会長君戻らないと昼休みが終わってしまうぞなんであいつにあんなに厳しいかってそりゃそうだろういつまでもあいつがずっとだらけたまま 次期生徒会のサポートに入られても困る第1あいつは基本的に物事を甘く見すぎているこの問題は現生徒会長であるこの私が見過ごせる問題ではないがななんだそんなに当たりが強いと君は文句を言いたいのかほうではなんだ あいつをいつまでも甘やかしっぱなしの役立たずな生徒会長のままでいろとふん、<laughs> 人のことを心配するより少しは自分の身を心配したらどうだ先ほどの資料の数字予算の部分を打ち間違えてたぞ 本当だじゃない何度同じようなミスをすれば気が済むんだ少しは生徒会副会長としての自覚を持て分かったらとっとと戻れこのバカお待たせ待、ま、ったもう 待ち合わせはいつもここじゃないとダメって言ってるじゃんだって私一応生徒会長なんだよいつも後輩であるあなたに当たり散らしてるのに校舎裏で2人で会う時だけはいつもこうしてるのがバレちゃったら嫌だし第一付き合ってることだってバレたら嫌だもん。 ん… <laughs> 秘密の恋愛ってやつだねーあもうまた照れたフフ <laughs> かわいいっていうかさなんでいつも変な遅刻ばっかりしちゃうのよほんとは怒りたくないんだからしっかりしなさいよ 本当はもっとこうしていたいのに周りの人がいると気が散っちゃうもんああまたそういう意地悪ばっかり言う本当に後輩なのに生意気なんだからだって私から告白したから弱みを握ってるつもりかもしれないけどそれってちょっと生意気じゃん ムカつくんですけどいいもんそんなこと言われたらあたし今度後輩君にみっちり資料作成手伝ってもらうもんなーに喜んじゃってるのよほんとにもう子犬みたいで可愛いやつなんだからうん よしよしごめんね本当はあんな風に怒りたくないんだけどさでもみんながいる時は威厳も保たなきゃいけないからどうしてもああなっちゃうのよねだって来年私たちがいなくなったら困るのは君なんだよしっかりしてもらわなきゃ あたしたちも困るよーもう、本当におどじでおバカで、でも言うときは生意気なんだから。で、いつデートしてくれるのよ。だから今度一緒に、都心のショッピングモールとか、テーマパークとか行こうって話したじゃん。 あそこなら、学校の人には誰にも見られないと思うし。えへへ。だって、夢だったんだもん。君とデートするの。えへへ。うん。生徒総会が終わったら、一緒に行こうね。だから、それまで仕事を一緒に。<laughs> 隠れてああんんどうしたんだ副会長え作成中の資料にミスがある分かった後で確認しに行くから先に行っててくれえ私かああ ちょっと仕事しすぎたからここで空気を吸って休憩していたところだ分かったすぐ戻るだからお前も先に戻ってろ 君と会うためにわざわざこうして抜け出してきてるから心配しちゃったのかもね副会長くんもそれじゃあ私は仕事があるから生徒会室に戻るね早くまたこうして会いたいからいつでも連絡してね待ってるから。